次に紹介するのはフリーライターの K 氏からの投稿である。都市伝説マニアの K 氏はある日、知人から電車に飛び込んで自殺した人間の遺体を一時的に安置する業者が存在するという噂を聞いた。飛び込み自殺した人間の遺族には莫大な賠償金がかかる。K 氏が聞いたその業者は、遺族の金銭的な負担を軽減するため、遺体から売買可能な部分を切り出す作業を行っているというのだ。噂の真偽を確かめるため、K 氏は様々なコネを使い、作業が行われる現場を突き止め、さらに、作業現場にアルバイトとして潜入することに成功した。結構歩くんですか。ちょっとね。深夜、指定された集合場所に行くと、すでに何人かの男たちの姿があった。職に敗れた感じのむさ苦しい男たちであった。線路沿いの細長い道を歩くと、そこには一台のバンが止まっていた。K氏は小躍りしたい気持ちを抑えながら、バンへと近寄った。今度採用した子だから、よろしくお願いします。協力していただけて。お願いします。お願いします。いや、あとはよろしく。はい。じゃあ、もう終わるから、このところだけつけて、ちょっと見ててここで。はい。噂は本当だった。電車に轢かれた死体を回収し、その臓器など、金になるものを選別する業者は存在したのだ。ちょっと、あんまり探しちゃダメだよ。油ついたら高く連絡なのかな。見といてよ。すいません。もしもし。はい。あ、はい。お疲れ様です。え、もうすぐ終わります。はい。電話が鳴ると、作業が機敏になる男たち、そしてその場から移動する準備を始めた。
取り出された臓器は一体どこに運ばれるのだろう。壮絶な現場だった。翌朝、帰宅した警視は早速昨晩の映像を見直した。すると画面に奇妙なものが映っていた。もうすぐ終わります。お分かりいただけたであろうか。画面に見覚えのない男が映っているのは、この男は警視が見たあのバラバラになった臓器の持ち主なのであろうか。